シミバレーはアメリカ合衆国カリフォルニア州の南部ベンチュラ郡の南東隅、同じくシミバレーという名前の谷上定地に位置する都市である。ロサンゼルス大都市圏の中にあるが、ロサンゼルス市との間にはサンフェルナンドバレーがある。アメリカ合衆国国勢調査局による2010年国勢調査では人口124,237人となっており、2000年から11.6% 増加した。シミバレーは2004年に死去した元大統領、ロナルド・レーガンが葬られているロナルド・レーガン、大統領図書館があるところとして知られている。1992年には、ロサンゼルス市など、あちこちでの暴動の引き金になったロードニー・キング事件で、告発されたロサンゼルス市系の4人の警察官を、無罪放免することになった裁判が行われ、メディアの注目を浴びた。 シミバレー市はサンタスザーナ山脈とシミヒルズに囲まれサンフェルナンドバレーの西コネホバレーの東にある西のベンチュラ郡にある大都市や東のロサンゼルス市とサンフェルナンドバレーに通勤する住民が大部分のベッドタウンであるシミバレー市はアメリカ合衆国も最も安全な都市リストにこれまで何度も選ばれてきたシミバレー市となった地域には 一万年から一万二千年前に、サリナスバレーからサンタモニカ山脈までこの地域の大半にも入っていた、チュマシュインディアンが住んでいた。およそ五千年前にドングリを加工し、湿地植物を収穫するようになった。さらに二千年後、狩猟と魚狼の技術が改良され、人口がかなり増加した。この人口急増から間もなく、石の貨幣が流通するようになり、 気候変動による有効資源の変動に対しても生存していけるようになっていった。シミバレーという名前は、チュマ種族の言葉、シミを語源とし、この地域によくある筋を引き糸のような雲を意味すると言われている。ランチョシミ、またの名を、ランチョサンホセデヌエストラセニオーラでアルタガルシアイシミと呼ばれた土地は、現在のベンチュラ群東部とロサンゼルス群西部の広さ11万3000エーカーの、 ものであり、1795年に、スペイン総督のディエゴ・デイ・ボルシアから、フランシスコ・ハビエル・ピコと、その二人の兄弟、パトリシオ・ピコとミゲル・ピコに与えられた、スペインの土地特許によるものだった。ベンチュラ軍とサンタバーバラ軍の中で、スペインからの土地特許としては最も初期のものだった。ランチョの名前、シミは、スペイン人が入る前にあった、ジュマ種族インディアンの集落の名前を取った。 ここは最大級の土地区画だったが、メキシコがスペインから独立した後には土地がより自由に分割されるようになった。ロバード・ピー・ストラシアンの家屋となったシミアド・ベストラシアンハウスがこのランチョの中心として機能した。サンタバーバラ・プレシドの大儀、ホセ・デ・ラグエライノ・リエガがカリフォルニアで大量の土地を手に入れて牛を育て始めており、1842年に ピコケからランチョシミも買収した。1858年にホセデラグエラが死んでから、数年後、このランチョは、ペンシルバニア鉄道の社長である、トマス・アレクサンダー・スコットが率いる、フィラデルフィア・カリフォルニア石油会社に売却された。ここで、大量の石油が発見されなかったので、スコットはランチョを売却し始めた。1887年。 ランチョの一部が新しく結成された、シミ土地水会社に買収された。サンタスザーナ・デルランチョシミと呼ばれた、この小さな開拓町は19世紀後半に繁栄し、スペイン語を話す住民が大勢を占めたが、イングランド系アメリカ人が到着して入植し、農場、果樹園及び低木が、支配的な土地の外観は1970年代まで続くことになった。 郵便用の住所は短期間シミポリスと呼ばれたが、間もない1910年には短縮されて、シミと呼ばれるようになった。1890年には町の北東部に最初の公立学校が建設されたが、1926年には解体された。1952年の洪水で多くの建物が破壊された。 この町は1969年にシミバレーという名前で姿勢を敷いたが人口は1万人に過ぎなかった。1972年、市の東端にボーイズタウンウェイストが設立された。この青少年向けキャンプ場は、ネブラスカ州に古くからあった大型のボーイズタウンを元にしていた。1991年11月27日、 カリフォルニア高訴裁判所判事のスタンレイ・ワイスバーグがロサンゼルス市警察の巡査に対する裁判の場所にシミバレーを選定した。この4人の警官は1991年3月3日にアフリカ系アメリカ人の運転手ロドニー・グレン・キングに対して不必要に横打したとして告発されていた。このロドニー・キング裁判と呼ばれたものはある第三者が撮影した。 ビデオフィルムを証拠にしていた。このビデオ映像が全国に放映され、そのオーダーが人種的な動機に基づくと考えられたために大きな反響を呼んだ。この裁判のためにシミバレーを選定したのは当時住民の大半を白人が占めていたためと考えられている。1992年4月29日、ベンチュラ軍の陪審員団は4人の警官のうち3人の無罪を認め、 一人については判断を下さなかった。この予想されなかった結果は、陪審員団の人種と社会階級的な構成の結果だと考えるものが多かった。陪審員団はこの地域の人種構成を反映して、白人10人、フィリピン出身1人、ヒスパニック系1人という内訳だった。陪審員団のうち3人は保安要員あるいは軍人だった。 この無罪氷結が1992年のロサンゼルス暴動、さらには全国的な大衆抗議につながった。シミバレー付近の山火事、2003年10月欄、カリフォルニアはその気候と強風のために火災の危険性が高い。2005年9月28日に始まった火災はおよそ7000エーカーの範囲を焼いた。9月29日には、 これが1万7000エーカーに広がったと推計された。ロサンゼルスとベンチュラ郡を分ける線に沿って、乾燥した雑木林、低湿度及び、下市90度台後半の気温という油断のならない、組み合わせと対抗するために1000人以上の消防士が投入された。サンフェルナンドバレーのカノーガ高校には、約45人の避難民が集まり、赤十字が小屋を設営し、食事を提供した。 一人の消防士が重さ40ポンドの石を手に受けて病院に搬送された。この火災は特に重大な負傷者を出さずに下火になり消火された。郊外で3軒の家が失われたが、シミバレー市内の被害はなかった。シミバレーは北緯34度16分16秒整形118度44分22秒。 北緯34.27111度成形118.73944度、34.27111-118.73944に位置し、標高は700から1000フィートである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は39.4平方マイルであり、この内陸地は39.2平方マイル、水域は0.2平方マイル、 水域率は0.63%である。シミバレーは、ロサンゼルス市の外れにあるキャッツワースからは北に3マイル、ロサンゼルス中心街からは40マイル、サンフランシスコ市からは南に380マイル、サンディエゴ市からは北に160マイル、州都サクラメントからは南に350マイルズの位置にある。ロサンゼルス市への通勤者は、ロナルド・レーガン・フリーウェイを通るか、 シミバレーから一日数本運行されるメトロリンクの通勤列車を利用している。シミバレーは北はサンタスザーナ山脈、東と南はシミヒルズに囲まれている。東端のサンタスザーナ峠を経てサンフェルナンドバレーと結ばれている。シミバレーは地震の危険性も抱えている。このバレーは断層に囲まれており、北西のサンタローザ断層、 北東のノースリッジヒルズ断層、南のチャッツワース断層が近い。1994年ノースリッジ地震ではかなりの被害を受けた。卓越風向、南西平均風速7から11マイル、字以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。幼い子供を抱えた家庭の多くは1970年代と1980年代に、 近くのサンフェルナンドバレエやさらに向こうのロサンゼルス市よりも手頃な住居費を求めてシミバレエに移ってきたシミバレー市政府は市政委員会、シティマネージャー方式を採用している。委員会は2年ごとに改選される1人の市長と4年人気の委員4人で構成されている。委員会は市検察官とシティマネージャーを指名し、シティマネージャーが市政の各部局を管理する。 シティマネージャーは様々部局の長を指名し、指示務官及び知財務官として行動する。市は独自の警察部を運営しており、消防防火についてはベンチュラ軍消防部と契約している。市内には5カ所の消防署があり、最近最新技術を駆使した警察署を建設した。アメリカンメディカルレスポンスがベンチュラ軍消防部との共同で救急救命医療を担当している。 カリフォルニア州議会では上院の第19及び下院の第37、第38選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第24選挙区に属し、クック投票動向指数では共和党プラス5となっている。2010年時点ですべて共和党議員が務めている。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では、 ジョージ・ W ・ブッシュが投票数の61%を獲得して、週平均の44%を大きく上回った。ジョン・ケリーは38%だった。2008年の選挙では、バラック・オバマが47%、ジョン・マケインが52%だった。シミバレー氏は2005年の調査で全国でも18番目に保守的な都市になった。 グランマプリスブレイズボトルビレッジシミアドベストラシアンハウスロナルド・レーガン大統領図書館市内にはカリフォルニア州歴史登録材が2つあるグランマプリスブレイズボトルビレッジカリフォルニアの20世紀ホークアート環境で注目すべき修正である1956年当時60歳近かったトレッサプリスブレーがリサイクル品やゴミ捨て場から集めた廃品でできた寺院歩道 彫刻及び建物からなる風変わりな村の建設を始めた。その収集品を収めるための構造物を次から次に二十五年間作り続けた。モザイク柄の歩道にはタイル、貝柄、ドアノブ、アイロン、車の装飾品、宝石、食器、ハサミ、銃、玩具など廃棄消費材から1 9五十年代を想起できると想像できるもの数千を式並べた。 当初、ボトルビレッジには13の建物と20の彫刻があった。1994年のノースリッジ地震で、いくつかは大きな損傷を受けたが、1996年にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録された。ランチョシミ、シミアドベストラシアンハウススペインによるランチョサンホセで、ヌエストラセニョーラでアルタガルシアイシミの本拠となったところである。ランチョの名前、 シミは、スペイン人が入る前にあった、ジュマ種族インディアンの集落の名前、シミーから取った。広さ11万3000エーカーのランチョシミは、州内最大の特許土地だった。スペイン人とメキシコ人の2つの著名な家の名前が、ランチョの名前に足された。すなわちまず土地特許を受けた、サンティアゴピコであり、1842年に、ピコ家から買収した、ホセデラグエラだった。 当初の星レンガ作りの部屋に部屋が残り、ストラシアンの家屋の一部に取り込まれた。ストラシアン歴史公園、博物館は、ランチョシミレクリエーション公園地区が所有し維持している、屋外公園であり、シミバレー歴史協会との共同で運営されている。その家屋は、歴史的家屋博物館として維持され、時代物の,の家具や道具が展示されている。シミアドベストラシアンハウスに加えて、 当初の場所から公園内に移転された様々な歴史的建物や構造物がある。この中には1924年建築のおもちゃ付き子供部屋、1902年建築のセントローズオブリマカトリック教会、初代のシミバレー図書館があり、二棟の納屋には農業道具や装置が揃っている。この施設もアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された。シミバレーには、 ロナルド・レーガン大統領図書館がある。その開館以来100万人以上の観光客が訪れた。ワシントン DC で行われた国葬の後、レーガン元大統領は2004年6月にこの図書館に埋葬された。この図書館に隣接して、ニクソンからジョージ・ W ・ブッシュ大統領までが使ったボーイング7732 70 7000の格納庫があり、飛行可能な状態になっている。 パビリオンの中には大統領が使った様々な自動車や専用ヘリコプターのマリーンワンも収められている。1904年3月20日にサザンパシフィック鉄道が開通させたモンタルボタン落選はそのコーストラインの配置を改良するためのものであり、シミバレーを東西に抜けている。1905年当時としては国内最長のトンネルがシミバレーの東側に貫通した。 このトンネル二26号は、現在も残り、シミバレーとサンフェルナンドバレーとをつないでいる。メトロリンクがこの線を買収した後は、シミバレー駅をアムトラックとメトロリンクが使用している。シミバレー交通のバス停がこの駅の前にある。シミバレーから、北のサンタバーバラと、サンルイスオビスポ、南のロサンゼルス、オレンジ及び、サンディエゴ各郡に向かう接続便がある。 これらの列車やバスは週7日運行され、シミバレー駅には一日数便が停車している。シミバレー駅は無人駅だが、きアメリカ合衆国郵便公社が、シミバレー郵便局、コピーキング郵便局、およびマウントマッコイ郵便局を運営している。シミバレーには2つの工業地帯がある。一つは東部に、一つは西部にある。主要工業は、 機械と工具で69社あり、次に素材産業で51社ある。その他の産業としては木材、木製品、食料品、プラスティック製品、アパレル、繊維及び鉱物である。現在はバンクオブアメリカの貸金管理で最大の部門であるカントリーワイドホームローンズが1990年代から市内に本部を置いている。かつては アパレルのビューグルボーイが入っていたマデラ通り近くの建物に入っており、他にタポキャニオン通りと第一通りにも施設がある。その最盛期には約1万人を雇用していた。以前はフォルクスワーゲンオブアメリカデザインセンターがマデラ道路と国連。このセンターは2006年春にサンタモニカに移転した。J メイズや フリーマン・トーマスのような著名自動車デザイナーがシミバレーにあったこのセンターを彼らの働き場所と呼んでいた。ニュービートルのオリジナル概念はジェイメイズが発案したものであり、このセンターを起源にしている。エネルギー技術工学センターサンタスザーナ野外研究所は1948年からシミヒルズで運営されており、核開発やロケット開発を行ってきた。 45年間近く、アトミックス・インターナショナル社とロケットダイン社が運営していた。ロケットダイン社は様々な液体ロケットエンジンを開発し、この場所でロケットエンジンの試験を行った。その音がシミバレーでも聞こえることが多かった。アトミックス・インターナショナル社は1957年にアメリカ合衆国では初の公共電力を供給する。 原子炉であるナトリウム反応実験炉を建設した。ナトリウム反応実験炉は、炉心が破損した1959年まで運転され、1960年に再開されたが1964年で止められた。この会社は、宇宙で使う電力のための小型炉も設計、試験開発を担当した。1965年、スナップマイナス1 0映画。 アメリカ合衆国で打ち上げられ宇宙で運転された各反応炉としては唯一のものになった。この研究所で運転された各反応炉は1980年のものが最後になった。サンタスザーナ野外研究所にはアメリカ航空宇宙学会とアメリカ原子力学会が歴史的と認定する場所がある。サンタスザーナ野外研究所にはエネルギー技術工学センターもあった。 このセンターでは1965年から1998年までアメリカ合衆国エネルギー省のために液体金属反応炉の研究と開発を行った。野外研究所と工学センターは1990年代以降は閉鎖されており、エネルギー省によって各施設の除染と解体、土壌と地下水の除染、および跡地の回復が行われている。 サンタスザーナ野外研究所は多様な興味の焦点にある。アメリカ合衆国国家歴史登録財に挙げられているビューロフラッツ壁画洞窟が敷地内の合衆国政府が所有している土地の一部にある。洞窟の壁画は南カリフォルニアで最も保存状態の良いインディアンの絵画と言われてきた。シミバレーの包括的年間財務報告書2008年版によれば、 市内の大きな雇用ストップ10は以下の通りである。1959年7月、サンタスザーナ野外研究所のナトリウム反応実験炉が重大な事故を起こし、反応炉が損傷して放射性ガスを大気中に制御放出した。反応炉は修復され1960年9月に運転を再開した。この事故は地域社会の議論の的になってきた。 現在の土地所有者ボーイング社に対する訴訟を支持することが意図された事故の技術的解析では、スリーマイルアイランド事故よりも多量の放射性物質が放出されたと主張している。ボーイング社の技術的な反論は、事故当時に行われたモニタリングで許容できるだけの量の放射性ガスが放出されこの訴訟は決着しボーイング社が多額の保証料を支払ったとされている。 2009年9月、アメリカ合衆国エネルギー以上が公営ワークショップを講演し、3人の核反応炉専門家が1959年7月事故の独立した解析を行っている。シミバレー市の公共教育は、シミバレー統合教育学区が管轄している。シミバレー高校は MSNBC による高校トップ専攻のリストで546位にランクされた。 金号にある高等教育機関としては、ムーアパークカレッジ、カリフォルニア州立大学チャンネル初等校、カリフォルニアルーテル大学、エタニティバイブルカレッジ、ルイス・ブランデース司法研究所、ペパー・ダイン大学、アメリカ・ユダヤ大学、カリフォルニア州立大学ノースリッジ校、カリフォルニア大学ロサンゼルス校がある。シミバレー市内には、公共図書館は、 ベンチュラ軍図書館が14の図書館を運営しており、支所の一つが、シミバレー市内にある。シミバレー市内には20の市営公園と5つの群営公園があり、地元では、フットヒルズと呼ばれている、サンタスザーナ山脈の帯状の開放空間を保存している。ゴルフコースが6カ所あり、カナンランチ住宅開発地には、ハイカー、自転車乗りを呼び乗馬車が楽しめる自然歩道がある。 カレッジ野球チームのシミバレーセネターズとカリフォルニアオークスはサウザンドオークスにあるカリフォルニアカレッジリーグに属し地元ファンを楽しませている。東部にあるロッキーミネにはマウンテンバイク、ハイキング及び乗馬のための道がある。この道はクーナー道路またはハミングバードトレールとロッキーボン道路またはシュボ望カ道路のチュマシュトレールからアクセスできる。 G スポットと呼ばれるマウンテンバイクのダウンヒルコースは首謀下道路からアクセスできる。西部には多くの道路がマウンテンバイク、ハイキング及び乗馬のために利用できる。主たるアクセス点はウッドランチパークウェイとロングキャニオンパークウェイの交差点である。この道は西の高速道23号線から東のロケットダインの施設まで伸びており、 ラングランチトレールやアゴーラヒルズに始まるチェスブロトレールとをつないでいる。シミピークにはチェスブロトレールにあるチャイナフラッツを経てこのトレール体系からアクセスできる。アーマンドソンランチもこのトレール体系をつないでいる。シミバレーはハリウッドに近いこともあり、映画産業には好都合の場所であり続けている。首都周辺の丘は長寿命のラジオとテレビの西部劇。 ガンスモークや医療ドラマ、マッシュなどいくつかのテレビ映画の撮影場所に使われてきた。ありがとうございます。